分かった。敵が来ました。もっと鋭く止まらず王国を脅かす者たち進化のやりを一緒に遊びましょう。なかなかさっきも見ましたか。すぐに行こう。ウサギさん、私たち勝っちゃったみたいです。ライブの時間だわ。あっちですか。王国を脅かす者たち進化の槍を一緒に遊びましょう。私のライブどうだった？よかった？よかった。ほうほう、戦闘か。燃料が切れたか。ここからは歩いて。何やってるのよ。もうほぼついてると思うよ。ほぼってどれくらいですか。本当にほぼ。目の前ですね。はあ、うざい。目標地点まで残り300メートルくらいです。ほら、ほぼ着いたって言ったでしょ。じゃあ行って、他の奴らが追いつけないように食い止めててあげるから。大丈夫。問題ないよ。燃料よりも弾丸を多く積んできたから。燃料を積んできなさいよ。よろしく頼むわ、シュガ。そう。でもあなたたち本当に大丈夫？何が？私たちの道を開けさせるために大勢のニケが動員されているでしょ。いわば賭けみたいなものじゃない。私たちマリアンに何の影響も与えられないかもしれないのよ。私ね、勝率の低い賭けは嫌いじゃないかな。あなたはそうかもしれないけど、他の奴らは。あ、命令だから別にそうでもないか。みんなこの作戦に同意してるわ。異を唱えた人は一人もいなかった。うん。何？みんな期待してるのよ。もしかしたら、本当にもしかしたら奇跡が起こるかもしれないって。こんな時代でしょ。こんな私たちだし、あなたたちが
私たちの希望になって、私たちが道を外れても戻って来られるという希望に。そう。じゃあ早く行って。歩いて。一言多いんだから。王は民を守るのよ。信じるのです。なかなかやらない。もう止まら、王国を脅かす人間の根性のやりを集中攻撃の時ですわ。すぐに行こう。それができるんですね。もっともっと絶対に倒します。勝利です。私たちやりました。行こう。あちらではない。もちろん分かっておりましたわ。一生懸命やってみる。すぐに行こう。止まら、王国を脅かす者たち、神官の槍を。一緒に遊びましょう。もっと強い者はいないのか。行こう。敵、分かった。僕は。一生懸命やってみる。なかなかやるな。止まらない。王国を脅かす者たちの昆虫パンの槍を集中攻撃の時ですわ。もっと鋭く。ライブの時間だわ。
アブソリュート軍隊と接触。来たか。うん。アブソリュートは退却する。近くのラプチャーは相手してやる。ラピ、絶対成功してね。信じてるね。そう。行こう。うまくやってみろ、三流たち。あ、選手交代ですか？あの方たちの相手に思ったよりも時間がかかって、私も少しストレスが溜まっていました。皆さん相手にストレス解消して、早く他の方たちを相手しに行きますね。ん？誰ですか、それは。私はモダニア、クイーンの精鋭。そんな変な名前ではありません。当然覚えています。前に私を邪魔した巡礼者と一緒に動いていた人間でしょ。ん？何を言っているのか分かりませんね。嫌です。時間を稼ごうとするのが丸見えですので、相手したくありません。さあ、戦ってみましょうか。ファイナルフェース、パターン B へ移行します。指揮官、アンチェインドをヘレティックに。あら、ここまで宣戦布告をしたのにまだ動く気はありませんか。じゃあ私から行きます。正直これほどだとは思いませんでした。こんなに被害を受けるとは。でもそろそろ始末を。何？うっ、頭が。私を助けに来たんですか？その手には乗らないわよ。指揮官、下がってください。ラピ、どうしたんですか？私です、覚えていませんか？一回しか会ってないからですか？あの、
前行方不明になった分隊を探す作戦で。わかるわ。なのになぜ私に銃口を。指揮官、ラピを止めてください。なぜこんなことをするのかわかりませんが、誤解があるなら話し合いで解決させてください。ね、指揮官。指揮官も私のことを覚えてないんですか？これ見えますよね。指揮官が巻いてくれたこの包帯、怪我をしたと心配して巻いてくれたじゃありませんか。本当に覚えていませんか？私一度もこの包帯を外したことがありません。生まれて初めて受けた行為だったし、初めて感じたぬくもりでしたから、包帯がほどけそうになっても巻き直しませんでした。指揮官に巻き直してほしくて。指揮官、私の包帯巻き直してくれますか？近づくな、ヘレティック。一体どうしたんですか？私が何をしたというのですか？ねえ。自分の名前を言いなさい。私は指揮官だけの二件、名前なんて意味がありません。指揮官がつけてくれますか、私の名前を。名前を言え。この触手はマテリアル H の。ラピ、さっきから邪魔です。ラピ、私と指揮官の再会を邪魔しないでください。そんなに指揮官が好きなら一緒に愛されましょう。私と一つになって。なぜ吸収されないのですか？指揮官、今です。話しなさい。撃つのですか、私を。私は指揮官を知っています。指揮官は私を撃てません。あの時も撃てなかったじゃありませんか。温かい人だから、優しい人だから。さあ、銃なんて下ろして早く私の包帯を巻き直してください。撃つのですか、私を。その弾丸に撃たれたら私がどうなるのか分かっているのですか。死ぬかもしれません。私を殺すのですか。指揮官、待って。撃ちましたね。私を撃ちましたね。私にこんなことをするなんて。指揮官！あなたたちもみんな私を殺そうとするのですね。もういいです。もう何もいらない。くそ、なんで死なないのよこいつ。さようなら。コード解放、サブジェネレーターを一時的に稼働。シークレットボディアクティブ。終了。コードネームレッドフード。ラピ、あなた。
この出力は。音が音速を超え、集中射撃、頭を狙って。くらえひりゃー指揮官、なんでそんな仕事がしたいの？マス月給だし、とっても危ないって聞いたけど。平均寿命も30歳。とにかくすごく早く死ぬんだって。それでも指揮官になりたいの？何？何それ、夢が大きすぎるんじゃない？でも応援するね、その夢。あの、もしかしたらね、私がニケになったら、あなたが私の指揮官になってほしいな。崩壊している。今だ、終わらせよう。アニス、待ってください。指揮官、大丈夫ですか？しっかりしてください。はい、私です。マリアンです。私の声が聞こえますか？戻ったの？鎮痛剤を投入、クリア。心拍をチェック、安定した。出血がひどかったから早くアークへ。そっちに行く。上です。撃墜する。オーケー。お前たちには何一つを渡さない。シフティ、反応の確認をお願い。はい。指揮官、侵食反応感知。指揮官、指揮官、指揮官、指揮官。このクソ野郎が！
帰ってきたんだよ。いたでしょ。帰ってきてたの。帰ってきてたのよ。指揮官、指揮官、指揮官、指揮官。ロビー、ゴム弾よ、運びましょう、アークへ。きっと方法があるはずだから。シフティ、状況終了。近くのラプチャー全員退却しています。作戦は、作戦は、わかりません。成功なのか失敗なのか、どう報告すればいいのでしょうか。お前たち無事か。あなた、任せろって、信じて任せろって言ってたわよね。アニス、この方が悪いわけじゃないでしょ。なんで逃がしたの。捕まえるべきでしょ。命を懸けてでも捕まえなきゃいけなかったのに。アニス、やめてください。すまない、私が逃がしてしまったのだ。本当にすまない。血圧が落ちています。ペッパー、輸血の準備を。はい、血液型をチェックします。ペッパー、何してるんですか。早く。先輩、指揮官の血液型情報がありません。またですか。指揮官たちの情報に気を配れとあんなに頼んだのに、また血圧が。ペッパー、すぐに血液検査のキットを用意してください。はい。待ちたまえ。副司令官様、どうしてここに。私が手伝おう。気がついたようだ。まあ、これのためだ。あ、君と私が同じ血液型だったからな。非常に珍しい血液型だ。人類の歴史上数人しかいないと聞いていたからな。さあな。偶然だと思うか。怖いこと言わないでくれ。何より私は見込んだ。君と私が持つ血は貴重なもんだ。だからその血を求める奴らに狙われないように、いかなるデータベースにも登録されない。
作戦が終わってからどうなったのか気になるだろう。投入されたニケは量産型を除いては大きな被害はない状態だ。皆無事に復帰し作戦は成功だ。そして君にはマリアンと会ってもらう。今すぐ麻薬性の鎮痛剤を投与したから動けるはずだ。できれば患者を動かしたくはないのだが一刻を争うというのでね。移動しよう。指揮官。久しぶりだな、マナ。はい。体はどうだ？そうか、よかったな。作戦を成功させた手柄をねぎらいたいのだな。それよりも急を要することが起きたので呼んだのだ。お前にしかできないことだ。マナ。はい。指揮官。見ての通り侵食状態だ。そして彼女の頭には妊婦がない状態だ。理由はわからないがアンチェインドが作用したのだ。侵食は妊婦にラプチャーのコードを入れて操縦するものだが、今のマリアンは妊婦がないにもかかわらず侵食されている。なぜこんなことができるのだ？コードネームトーカティブがマリアンの脳に直接物理的にコードを入れました。操縦も制御もできなくなりますが、頭を壊すには最適な手段です。単なる悪意だな。治療する方法は？物理的な脳の洗浄以外には方法がありません。マリアンの脳が言葉通り白紙になります。妊婦がないため脳に情報を強制注入することもできません。つまり新生児のような状態になります。全てを忘れてしまうのです。記憶はもちろん、喋る方法、歩く方法まで全て。選択肢は二つある。マリアンを安らかに眠らせるか、最初に戻すか。選べというのか？今すぐ。時間が経つと脳が損傷して洗浄さえもできなくなる。今決断を下すしかない。マリアンの現在の管理者はお前になっている。お前が選択しなければならない。やめなさい。いや、選択するしかない。副司令官として命令を下す。マリアン。アンダーソン、選択は彼がする。感傷的だな。らしくない。過去のことでも思い出したのか？おい。脳の洗浄か。ここに自筆で署名しろ。お前が最終的に承認しなければならない。一体何のつもりだ？ここまでする必要があるのか？この書類に署名した瞬間、マリアンの脳の洗浄が始まり、ニケ、マリアンの所属はお前の率いる分隊となる。マリアンは今ラプチャーとニケの間のどこかにいる。実験台に乗せたくて血眼になっている奴も大勢いるだろう。それを公然と防ぐこともできる。お前の部下になるわけだから。よくその条件を了承させたな。いくつかの事業を手放せばいいだけさ。署名しろ。それがマリアンを救う道だ。
確認した。すべて終わったら前哨基地へ送る。辛い選択だったと思う。ご苦労だった。ご苦労だった。戻って治療に専念しなさい。死んだ。その破片を回収してアトラスケージに保管している。前哨基地で待機中だ。呼んでほしいのか。来たまえ。今回の作戦では多くの戦果があった。ラプチャーの地下施設を壊滅させトーカティブを倒し、その破片を手に入れた。そしてヘレティック一体を無力化させた。それに比べこちらの被害はごく少ない。慰めになるかはわからないが、この成果は全て君のおかげだ。休みたくないかもしれないが、とりあえず休みたまえ。命令だ。落ち着いたから、正常温度に戻った。ごめん、二人ともありがとう。髪が赤くなったのと何か関係があるんですか？もう2秒稼働してたら脳まで燃えてしまうところだったのよ。あなたのおかげで助かったけど本当に危なかったんだから。あれが何だったのか説明してくれないんですか？体を蝕むけれど最後の切り札みたいなものよ。よくある話よね。超音速で物が投げられるようになる最後の切り札なんてそうそうないと思います。わかりました。これ以上聞きません。そう、ありがとう。指揮官は？お腹に穴が開いていたからね。今治療中だよ。あ、その話なんですけど、師匠、今日戻ってくるんですって。何？ええ、何その回復力、本当に人間なの？
師匠はですね、人間を超越した存在なんです。なんであなたが得意げなのよ。マリアンは、あ、侵食が脳に直接作用したみたい。脳の洗浄をした後にこの分隊に配属されるって。そしてその決定は指揮官様が下したらしいわ。そう。師匠、大丈夫でしょうか。さあ、わからない。触れるのが怖い。指揮官様、そのベッドは何？それに隣のその機械は何？この指揮官室を病室として使います。何？指揮官がそれを望んでいますから。これ大丈夫なの？もちろん大丈夫ではありません。感染のリスクも高くなりますし、非常時の対応策も限定されます。指揮官様、帰って帰って感知してきて。一体何のつもりなのよ。早く病院に帰って。指揮官様がいなくてもここは大丈夫だから、早くちゃんと治療して。指揮官。師匠。皆さん、指揮官室にベッドと機械を運ぶので手伝ってください。説明は以上です。全部覚えましたか？ええ、問題ないわ。説明した通りにすればすぐに治りますよ。そもそも回復力が強い方ですし。でも何かあったらすぐに連絡してくださいね。24時間待機しています。ありがとう。どういたしまして。私が見守っているから、二人も休んで。大丈夫？うん。じゃあ、四時間後に来ます。マリアンの話は聞きました。辛い決定、お疲れ様でした。念のため言っておきますが、指揮官はマリアンを救いました。その事実だけは絶対に変わりません。だから今は眠ってください。私がそばにいます。ドラゴンは危ないから、もっと火力を上げないと。私のお尻、綺麗。匂いなんてしないよ。お目覚めですか？ドレッシング剤と抗生剤を用意します。アニス、ネオン。あ、うん、私は寝ていません。夢を見ていただけです。何？指揮官が起きたわよ。用意しよう。 OK、 もうできてるわよ。師匠、どこか気になるところはありますか？じゃあ寝てて。何かあったらすぐに呼んでよ。わかった？私たちはいつものように仕事を。
どうされましたか？来たみたいね。行きましょう。そう。本日付で、ニケ、マリアンは、カウンターズ所属になる。質問はあるか？では、大丈夫だ。私はアニス、よろしくね。ネオンです。よろしくお願いします。初対面から申し訳ないですけど、私がスパイってことは秘密にしてくださいね。私はラピ。まだ言葉は喋れない。少しずつ教育するように。マジか。指揮官。教官、これは。脳の洗浄は完璧だった。しかし、自分の名前と指揮官という単語は覚えていた。理由は不明だ。うん。魂というものがあるならば、それは脳に存在しないようだ。非科学的だね。だからこそ素敵なんですよ。習得能力は高い。多分すぐ喋れるようになるだろう。そして、いや、何でもない。では、もう帰るとしよう。護衛します。よろしく頼む。じゃあ、マリアん？ん？これからは私のこと、全知全能なアニス様って呼んでね。そう、繰り返してみて。全知全能なアニス様。ん？全知全能なアニス様。全能。その通り、その通り。全知の、な、知能なし。違う。レッドフードを使ったのか？はい。状態は？食われてはいません。2秒くらいでしたから。大変だったろうな。気にしないでください。仕方のない状況だったとはいえ、今後はもっと気をつけた方がいい。目撃者がいた。アブソルートですか？いや、付近で交戦中だった量産型ニケ2人だ。どうなりましたか？その2人は。記憶消去。何が言いたいかは分かる。しかし、お前が抱えているものがアークをひっくり返しかねないというのは肝に銘じておけ。分かっています。ならよかった。それで何と言っていた、レッドフードは？特筆すべきことはありませんでした。アークを破壊せよといういつもと同じ言葉でした。